米大リーグドジャース、オリオールズ、28日、米カリフォルニア州ロサンゼルスドジャースタジアム、ドジャース大谷翔平投手、30、が28日、日本時間29日、本拠地、オリオールズ戦に1番、DH で先発出場。自身と愛犬、デコピンのボブルヘッドハイフデー、先着4万個限定の人形を求めて試合開始の12時間以上前からファンが並び始め、 超満員となる中で迎えた初回の第1打席で今季4本目、通算10本目の先頭打者本塁打となる3試合ぶりの42号ソロを放った。21年のサイ・ヤング賞右腕、シーバーンズに対して1ボール2ストライクからの5玉目、87、4マイル、約147キロ、スライダーに体勢を崩されながらも、最後は右手1本で右翼席に運んだ。打球速度102、2マイル、 約164.5キロ、角度33度、飛距離391フィート、約119.2メートル。自身がロハスと考案した舌を出して両手をぶら下げる、デコピンポーズを二塁を回ったところでレフトポールサイのドグンブルペンに向けて、三塁を回るところで三塁のドグンベンチに向けて披露した。足元には、デコピンスパイクが光っていた。 大谷は自身の第一回ボブルヘッド配布日だった5月16日、同17日の本拠地、レッズ戦では初回に支給を選び、投類も決めたが、2打数無安打で9回に代打を送られて途中交代。できれば勝って、活躍を見せられたらよかったと話していただけに、雪辱アーチとなった。球団広報によると、この日は駐車場が午後2時45分に開き、 球場が開門したのは午後4時10分だった。通常、駐車場は試合開始の2時間30分前、午後7時10分、開始のこの日の場合は午後4時40分、開門は2時間前、同午後5時10分。駐車場が約2時間、開門は1時間早まったことになる。球団関係者によると、試合開始の5時間以上前から車が殺到。球場周辺が大混乱となり、 球場で働く職員らの通勤の妨げとなることから、異例の駐車場早期オープンを決断した。渋滞にはロバーツ監督も巻き込まれ、私はただ球場に到着できたことが嬉しい。球場入りするのに永遠に時間がかかったよ、笑い、というほどの大混雑だった。大谷は前日27日、同28日、 の同戦では今季46度目のマルチアンダで日本人選手では一郎、松井秀喜に次いで3人目の3年連続シーズン150アンダに到達。出場129試合目での達成は自身最速の記録だった。25日、同26日の本拠地、レーズ戦では8回に左手首付近に支給を受け、試合前練習から幹部にテーピングを巻いていたが、鉄人ぶりを発揮。 そしてこの日、完全復活を告げる弾道を書いた。これでシーズン51発ペースとなり、49盗塁ペース、27日終了時点と合わせ、史上初の4号から4号、さらに50、50, 50にまた前進した。